銭形平次取り物控え第28話嘆きの菩薩。著者野村古道。1。親分、俺を聞きなすったかい？あれ？上野の時の鐘なら毎日聞いているが。銭形平次は指を折りました。ちょうど5つを打ったばかり、おはようとも言わず飛び込んだ古文のガラッパチの顔は、それにしては少し慌てております。そんなものじゃねえ。両国の小屋、近頃評判の地獄極楽の生き人形の看板になっている普賢菩薩様が、時々泣いているって話じゃありませんか。一流の早耳、八五郎はまた何か面白そうな話を聞き込んできた様子です。地獄極楽の人形は凡作だが、招きの普賢菩薩が大した名作だってね。作人は本所緑町の仏師又六、大した腕のある男じゃねえが、あの普賢菩薩だけは五光が刺すような出来だ。その上、木戸番のオクラってのがめっぽういい女で、小屋は割れつ返るような入りですぜ。オクラと普賢菩薩を拝んで、極楽も地獄も素通りだろう。そんな野郎は浮かばれねえとよ。まったくその通りさ、親分。その普賢菩薩が、時々涙を流しているから不思議じゃありませんか。おがっぴきみより、一遍は見ておかなくちゃ。てめえはもう五六遍見ているんだろう。懐の十手なんか突っ張らかして、ロハで小屋を荒らして歩いちゃ風が悪いよ。冗談でしょ、親分。ガラッパチをからかいながらも、銭形の平次は支度に取り掛かりました。両国の生き人形が泣いているというのは、どうせ肝心元の桜に言わせる細工で、ネタを洗えば人形の目玉へ水でも塗るんだろう、くらいに思ったのですが、それにしても少し細工が過ぎて、なんとなく見逃しがたいような気がしたのです。出かけようか、ハジ。え？本当に行ってみる気ですか、親分。大合匹妙理、オクラと普賢菩薩は拝んでおけと。たった今、てめえが言ったじゃないか。オクラだけは余計ですよ。ところで親分、行ってみるのはいいが、朝でなくちゃ泣いていませんよ。寝起きの機嫌の悪いオクラだ。オクラじゃねえ。泣くのは仏様で。あ、そうそう。平次はまだからかい面ですが、気の合った親分子分は、こういった調子で話しながら、お互いの微妙な心持ちを、残すところなく伝える術を知っているのでした。明日の朝にしちゃどうでしょう、親分。ガラッパチ。早い方がいいぜ。明日行ってみたら、普賢菩薩が笑っていたなんてのは困るだろう。そうなると、おがっぴきより、武者修行を差し向けた方がいい。口が悪いな、親分。もっとも、こっから向こう両国までは一っ走りだから、涙の乾く前に着くかもわからない。二人は無駄を言いながら、朝の街を飛ぶように、両国橋を渡って、地獄極楽の見せ物の前に立った時は、もう気の早い客が五六人寄せかけておりました。いらっしゃい。ご当初名題の地獄極楽生き人形、作林の儀は、江戸の名人雲竜斎又六、八熱八寒地獄十六別称小地獄、小地獄、合わせて136地獄から、西方極楽浄土まで一目に拝まれる。一流生き人形はこの方でござい。木戸番はオクラという心臓。塩辛越の大戸島と違って、こいつは水の垂れるような美しさを発散しながら、素晴らしい桃色のアルトでお客を呼ぶのでした。襟のかかった少し地味な名線、シュスの帯、30近い身柄ですが、美しさや声の匂いから言うと、せいぜい19か20歳でしょう。おしろいっけなしのいぼじり巻き、投げやりな様子も一種の魅力で、両国中の客をここへ吸い寄せたのは、なんとしても、普賢菩薩のせいばかりではないようです。はじ、大層な木戸番だな。と、銭形の平次も少し感に耐えます。ね、親分。八五郎のガラッパチは飲み込み顔に顎をしゃくると、平次の後から狭い木戸通りました。に。なるほど、これは凡作だ。平次も驚きました。地獄極楽の生き人形は話に聞いた通りの凡作で、凄みもありがたみもありません。変魔大王がくしゃみをしそうですね。
ガラッパチは袖を引きます。バカ野郎、そんな町の当たったことを言っちゃならねえ。菩薩方の張り棚と来た日にゃ、親分。黙らないかよ、ハチ。二人はようやく評判の普賢菩薩の前にたどり着いておりました。これは大したものだ。まるで策が違う。白象に乗った等身大の菩薩像は、見せ物小屋の表の方、林方の陣取った中二階の下あたりに据えてあります。少し彩色は濃厚すぎますが、実に非凡の出来栄え。右手に金剛杖を持ち、左手に金鈴を取った慈悲の見姿。微妙と言おうか、端麗と言おうか、あまりの見事さに、平次もしばらくは言葉もありません。親分、あの仏様の目を見てやってくださいよ。少し濡れているでしょ?と、ガラッパチ。目ばかりじゃねえ。宝冠の洋楽から、襟も肩もぐっしょりだ。頭の上から涙を流すのは、仏様にしてもおかしくはないか、ハチ。へえ。冠も頬も襟も汚れているのは、肝心元の細工にしちゃ念入りすぎるぜ。それに、夜が明けてからもう二時も経っているのに、涙の乾かねえのも不思議じゃないか。平次は職業柄で妙なところへ気がつきます。ハチ、てめえ、涙の味を知ってるかい?力はとんとなかねえが、子供の時、お袋に叱られて泣いていると、口へ涙が流れ込んだことがありますよ。汗みたいな塩辛い味だと思ったが、ガラッパチもこういうより他はありませんでした。普賢菩薩の涙を見上げている平次の態度が、シャレや冗談とは全く縁のない生真面目なものだったのです。てめえも仏様の涙を舐めたことはあるね。ちょいとやってみな。おしご?人間の涙は塩辛いが、肝心元の細工なら味があるわけはねえ。本当に仏像の涙なら、甘露の味がするかもわからないじゃないか。へえ。幸い朝のうちで小屋の中はガラ空きだ。今のうちにちょいと舐めてみな。親分、それは本当ですかい?ガラッパチも驚きました。日頃言いつけに背いたことのない親分の言葉ですから、大概のことなら聞くつもりですが、仏様といっても見せ物小屋の生き人形の目に留まった得体の知れない水を舐めてみろと言われたのには驚いたのです。いやかい?いやじゃありませんが。ねえ、岡場所のドラ猫みたいな女のほっぺたを舐めるんじゃねえ。これでも仏様だ。誰が笑うものか。安心してやってみな。安心してますよ。驚いたな、どうも。嫌ならよすがいい。俺がやる。銭形平次ともあろうものが、本当に中二階へ登りそうな様子になるのです。冗談じゃねえ。銭形の親分がそんなことをした日には、江戸中の物笑いだ。あっしはやりますよ。やりますとも。親分思いの八五郎は、こうなるともう悪びれませんでした。普賢菩薩の涙を舐めてみろという平次の言葉には、何か重大な底のあることは、もう疑う余地もなかったのです。八五郎は黙って、はしごを登ると、林方の中二階へ、ばーっと顔を出しました。お前さん、そこへ登っちゃ困るじゃないか。後ろから、気下ろしそうになる男は、八五郎が懐からちょいと、実手を覗かせると、そのまま黙って引っ込んでしまいました。まばらになっている客は、元より八五郎のとんでもない冒険の意味などを知るはずもなく、木戸番のオクラは、一切構わず、素晴らしいラルトを響かせて、両国中の客を、てっぺんを吸う磁石のように、ここへ集めております。中二階に登ってお呼び越しになると、ちょうど仏像の体に、手が届きます。仏像の涙を薬指につけて、ほんの少しばかり舐めた八五郎の顔を、平次は世にも面白そうに見上げました。野田八、塩辛いだろう。降りてきたガラッパチを迎えるように、平次はこう言うのでした。どうしてそれが。白く塩が溜まっているじゃないか。あれが塩辛くなきゃ、どうかしているよ。三。それから三日目。親分、大変。それとはなしに、東西両国を見張らせていたガラッパチが、鉄砲玉のように平次のところへ飛び込んできました。どうした、ハチ。普賢菩薩が笑い出したか?そんなことなら驚かねえが、今度は殺したか。何?平次は
ピンと弾き上げられたように座り直しました。両国にはそういねえが、あの声からずっと離れた亀沢町の路地に若い男が殺されているが、困ったことには見知り手がねえ。言ってみよう。死骸はまだそのままだろうな。検視が済むまでは指も刺させねえように町役人に頼んできましたよ。そいつはいい塩梅だ。平次とガラッパチはそのまま両国へ。人混みをかき分けて入ると、亀沢町のとある路地に赤い鹿の子絞りのしごきで首を絞められた若い男が虚空をつかんで死んでいるのでした。当山の素合わせ、旅裸足のまま、セッタを片っぽだけそこに放り出して、少し天眼に歯を食いしばった死に顔の不気味さ。男がいいだけに凄みが効いて、赤いしごきに青い顔の反映も、なんとなくゾッとさせるものがあります。おや、銭形の、美濃の親分でしたが、嫌なものにあったとは思いましたが、平次はさすがに縄張りにこだわる男ではありません。この辺は石原の親分の縄張りだが、銭形のはリスケ兄に頼まれていなさらってじゃないが、とんでもない。平次は少し尻込みしました。ヤクザや遊び人と違って、おがっぴき御用聞きに縄張りなどがあるわけはなかったのです。それじゃあ、俺が出しゃばっても文句はあるまいね。それはもう、稲葉の親分。お互いにお上の御用を受けたまわる体だから、一刻も早く犯人を挙げさえすりゃいいわけで。星はもう上がったよ。稲葉の町のにやりとする顔を見ると、ガラパチはそっぽを向いて、ペット唾を吐きました。この上、銭形のが来たところで、気の毒だが仕事はあるねえよ。万七は言いたい放題のことを言うと、背を向けて人混みの中へ顎をしゃくりました。親分、参りましょうか。古文の者が二人、物々しくも名を打って引いてきたのは、地獄極楽人形の小屋にいる美しい木戸番、あの両国中へ桃色のアルトを撒き散らしているオクラだったのです。銭形の親分さん、お助け。オクラはすれ違いざま、平次の耳に囁きました。ほっそりした体が、後ろ手に縛られると一倍しおれて、気へも入りそうなのが、何とも言えない痛々しさです。平次は黙ってそれを見送りました。が、美濃輪の満七とオクラの姿が見えなくなると、恥じ、手を貸せ、少し調べてみよう。死骸の傍らに立ち寄ると、物慣れた様子でそれを抱き起こしました。親分、大変な怪我じゃありませんか？と、ガラッパチ。それだよ。見ろ、ハチ。体中傷だらけじゃないか。死骸の帯を緩めて、諸肌脱がせると、背から尻へかけて、一面の青あざ。それに相応して、着物の破れなどのあるのを確かめると。袋叩きにされたんだね。こんな一人の仕事にしちゃ、少し、念が入りすぎだよ。平次はそんなことを言いながら、曲げ節の中から足の下まで、恐ろしく丁寧に調べております。セットの片っぽありゃ、下手人の見当はすぐつきますね、親分。と、ガラッパジー。バカだね。そのセットの片っぽは、オクラの家にあったのさ。仕置きがオクラのだというだけじゃ、美濃輪の満室ともあろうものが、女を縛るわけはねえ。なるほどね。オクラの家ってのは、いずれこの辺りでしょうね。細工の器用なところを見ると、すぐそこってことはあるまいが、いずれ十軒とは離れちゃいまい。聞いてみな。平次が言うまでもありません。好奇心で鉢切れそうになっているお立ち合いの衆は、路地を入って三軒目がそれで、母親と二人で住んでいるオクラがあれほどの器量を持ちながら、茶屋女にも町芸儀にもならず、進んで両国の見せ物小屋へ、ここから通っていんのだと教えてくれました。身なりから体の様子、伸び高の具合を見ると、異色の、それも多分、掘り物師というところだろう。見知り人があるはずだ。その辺で当たってみな。え？八五郎は、人当たりお立ち合いの衆を眺めましたが、慣れた目で見当をつけると、なんとなく落ち着きかねた中老人を捉えて。お前さんは知っていなさるだろう。かかり合いなんかにはしない。殺された男の身元だけでも教えてくれ。
担当直入に聞いてみました。本当にここにはなりませんか？それはもう、この頃の人がどんなに事件にかかり合いになるのを恐れたか、今の人には想像もつかない心理があったのです。物資の勘兵衛さんですよ。え？二代目一等祭勘兵衛、若いが名人と言われた人です。そりゃ大変だ。銭形の平次が乗り出した時は、中老人は早くも人混みの中に姿を隠してしまったのでした。4。平次はすっかり緊張して、原始の役人が来るまでのたった四半時ばかりを恐ろしく能率的に使いました。親分、あのオクラというのは勘兵衛の元の女房だったそうですよ。早耳のガラッパチはちょっと姿を隠した間に、これだけのことを聞き込んできました。どこでそんなことを聞き出したんだ？地獄極楽の生き人形を掘った作人雲流斎又六の弟子はみんな知ってますよ。それを承知で又六はあの小屋に使っていたのか？勘兵衛と又六は商売敵で、恐ろしく仲が悪かったはずだが。又六はそんなことを知っていたか知らなかったが、とにかく弟子たちがよく知っていて、師匠の又六が小屋へ出るたんびに、オクラへ優しい声をかけるのを陰で笑っていましたよ。そうか。そうわかれば勘兵衛を殺したのは、やはりオクラじゃありませんか？と、ガラッパチ。勘兵衛がオクラを殺すならわかっているが、オクラが勘兵衛を殺すのはどういうわけだ？世間じゃ、オクラが勘兵衛を捨てて飛び出したって言うが、その実、勘兵衛がオクラを追い出したのかもわかりませんぜ。そんなことはどうでもいいが、女が一人で若い男を黒だらけにできるかい？黒だらけにしたのは他のもので、ひょろひょろになってここへ来たところをオクラが殺したとしたら？そんなことがあるものか。セッター片っぽオクラの家にあるというのに、勘兵衛の旅は両方ともそこが綺麗だぜ。おお。そんなことを言っていると、皆和の親分に笑われるばかりだ。それじゃあ親分。勘兵衛を殺したのは大の男さ。それより、地獄極楽の小屋へ行って見つけたいものがある。ちょうどお役人が見えたようだ。ここはお任せして引き上げようか。平次の明察の底の深さを知っているガラッパチは、そのまま黙って後ろに従いました。そこから五六丁。小屋は尾上町の角。川沿いの空き地に区画を施した半永久的な粗末な建物だったのです。二人が小屋へ入った時は、まだ木戸を開けたばかり、オクラに比べると一向魅力のない大戸島が、型のごとく塩辛声を振り絞っておりますが、どうしたことか、さらに客の入る様子はありません。ごめんよ。いらっしゃい。客じゃね。おや、ゼリー型の親分さん。お見それ申しました。どうぞ、この方へ。又六師匠は、この方へ来なさるかえ？毎日参りますが、大概夕方で。上がりの勘定だろうね。ま、繁盛で結構だ。え、どういたしまして。又六の弟子で、小屋の取り締まりを兼ねている、中年者の美濃吉は、ひょこひょこと、卑屈らしく、拳をかがめました。オクラが縛られたってね。平次はその顔をまっすぐに見つめながら、ズバリと言ってのけました。ええ、元の亭主を殺したんだそうで。大層早耳じゃないか。俺も今、それを聞き込んだばかりなんだが。まあいいや、ちょいと小屋の中を見せてもらおうか。ええ。ずいっと入ると、中は空っぽも同然、地獄の生き人形に朝の日が差し込んで、なんとなく不気味なうちにも、節烈な細工が醸し出す滑稽な趣があります。平次はそんなものには目もくれず、まっすぐに普賢菩薩に近づきました。そばへ寄って触ってみると、白像は銅細工に綿を着せたもので、格好はできておりますが、上に乗った普賢菩薩の優れた尊像とは似てもつかぬごまかしものです。ガラッパチ、その踏み台を持ってきてくれ。え？像の下に踏み台を据えさせると、平次はその上に乗った菩薩を少し上げ、台座の下から覗きました。この目は一度描いたのを削ってまた描き入れたようだね。いかは存じません。
美濃吉は酸っぱい顔をしております。ハチ、その辺に手桶があるだろう。探してみな。ガラッパチを中二階へやって、平次は下から声をかけました。探すまでもありませんや。ここにありますぜ。と、ガラッパチ。その中に水が入っているだろう。ちょいと舐めてみてくれ。へえ。ほんの少し塩辛いだろうと思うが、平次は妙なことを言い出しました。お、これはやっぱり仏様の涙ですかい？そうだよ。恐ろしく涙を出したんだね。ご。これは、銭形の親分、ご苦労様で。小太りの中年男が、丁寧に平次へ挨拶しました。お前さんは？うにゅうさい。ええ、そのまたろくでございますが。ああ、雲竜祭師匠でしたが、とんだ災難で。ありがとうございます。この小屋も半分は、オクラのおかげで繁盛していたようなもので、当分代わりを探すまでは、人気を取り戻せそうもありません。なに、普賢菩薩の評判が大したものだから、そんな心配もありますまいよ。ありがとうございます。その人気を独り占めにしている菩薩様が少し汚れたようですね。あれはやはり桜を使って流せるんでしょ？親分、ご冗談を。マタロクは少し照れくさい顔をしました。が、この顔にはどんな感情も紛れさせる普段の微笑がさざ波のように動いているのです。ところで師匠、オクラは官兵衛の元の女房だという話ですが、お前さん、それを承知で雇いなすったかい？と、平次、さりげないうちにも、次第に問題の核心に触れていきます。少しも存じませんよ。つい今しがた、それを聞かされて、びっくりしていたようなわけで。へっへ。お前さんは大層オクラに、親切だったっていう噂だが。ほやぶん、からかいなすちゃいけません。そんな馬鹿なことは。まあいいやな。平次は他愛もなく笑いながら、軽い心持ちで小屋を出ました。貸しっぷちを相生町の方へ少し行くと、物陰から不意にガラッパチが飛び出します。ありましたよ、親分。主のない小舟が一艘。小屋の後ろに繋ぎっぱなしで。少し獅子っ鼻がうごめきます。そうだろうと思ったよ。官兵衛の家は浜町だ。橋番所があるから、明け方表から小屋へは忍び込めねえはずだ。見通しだねえ、親分。お立てちゃいけねえ。下手人はわかりましたか？大方わかったつもりだが、証拠というものが一つもねえから、捕まえることも、どうすることもできない。平次はカブカと腕をこまねきました。誰です、その下手人は。てめえだけに言っておくが、あの太っちょの、ニヤニヤした野郎だよ。え？雲竜祭マタロゴ？黙っていな。大きな声を出すと鳥が飛ぶぞ。しばらく万七兄貴に楽しませておけ。6。銭形の平次はそれから必死の活動を始めました。地獄極楽の小屋の者は美濃吉はじめ一人残らず調べ上げた上、オクラの母親から雲竜祭マタロクの動き、一等祭官兵衛の家まで、念には念を入れて探し抜きましたが、その晩、オクラの家へ官兵衛らしい男が訪ねてくると、オクラは母親を原庭のおばのところへ泊まりにやった、という以外には何にも得るところもなかったのです。平次が一番怪しいと思ったマタロクは、宵のうちに緑町の自分の家へ帰って、それっきり急ぎの仕事に取り掛かり、夜中まで飲みを使っていたというのは、うち弟子も近所の者も口があって、少しの疑いを挟む余地はありません。調べてくれば、やはり一番怪しいのは、オクラということになりますが、肝心のオクラは、三日三晩の攻めにも我慢を通して、知らぬ存ぜぬの一点張りです。自分の仕置きで殺して、そのままにしておくのはおかしいではないか？最後に、与力の笹野新三郎にそう言われると、美濃和の万七も、この上女を責めようはありません。が、事件は4日目になって、
思いもよらぬ方面へ発展してしまいました。ホヤブン、またロクがやられましたぜ。何？そんなバカなことがあるものか。ガラッパチの報告を聞いたとき、平次は危うく日頃の冷静さを失うところでした。官兵衛殺しの下手人と睨んで一生懸命証拠の収集に浮き身をやつしている矢先、肝心のマタロクが殺されてしまっては、平次は全く背負い投げを食わされたようなものです。自害じゃあるまいね。飲みで後ろからやられる自害があるでしょうか、親分。銭形の平次ほどの者も見事にガラッパチにしてやられました。その飲みが浜町の官兵衛の仕事場から出た品ですよ。絵には丸に官の字の焼き印が押してある。え？小屋分、大きい声じゃ言われないが、世間じゃ官兵衛の幽霊がやったんだって言ってますぜ。ガラッパチは少し迷信からしく怯えた目を見張りました。バカな、そんなことがあるものか。幽霊が人を殺す世の中になっちゃ、おがっぴは上がったりだ。行ってみよう。まっすぐに向こう両国へ。閉ざした木戸を開けさして、真昼ながらなんとなく薄暗い小屋の中へ入ると、堀物師の雲流祭マタロクは、中二階の揚げ幕の影、ちょうど、普賢菩薩を見張るような位置に、仰向けになって、こと切れているのでした。獲物は堀物師の使う鋭いのみ、夜勤はガラッパチが言う通り、獲物が深々と入ったせいか、大した出血ではありませんが、それでもそのあたりは一面の血しぶきです。引き起こして、明かり先に死体の顔を持っていくと、日頃さざ波のように寄せている微笑は消えて、なんという悪相でしょう。少し晴れっぽい顔には、微塵もまたろくの柔和な面影が残ってはおりません。おう。平次もガラッパチも思わず顔を背けました。獲物を狙う吸血鬼のようなギョロリとした死骸の目が二度と見られないようなものすごいものだったのです。小屋の者は一人残らず埃を叩くように調べ上げられました。が、宵のうちにマタロクは帰ったというだけで、ここに踏み止まっていたのさえ知らなかったくらいですから、下手人の見当などはまるっきりつきません。筋合いから言えば、官兵衛の元の女房のオクラが一番疑われる立場にいるわけですが、この時はまだ2、3日前に許されたばかりですから、どんな大胆な女でも見張りの目をごまかして家を抜け出し、大それた人を殺す隙があるわけもなく、第一、たった一月で息の根を止めたのは、飲みが鋭利だったにしても、女の技には容易のことではありません。美濃吉は真っ先に挙げられましたが、これは満七の気休め見たようなもので、何の役に立つほどのことも知ってはいなかったのです。そのうちに、2日3日と経ちました。おやぼん、あの普賢菩薩は、マタロクの策じゃないって話がありますよ。ガラッパチは妙なことを聞き込んできました。俺もそう思うよ。え？親分はそれを知ってなさるんですかい？知ってるわけじゃないが、地獄極楽の生き人形とはあんまり手際が違いすぎる。それに、あの仏像の台座を見ると、目を削って書き換えた跡があるんだ。へえ、驚いたな、どうも。雲流祭マタロクは高慢に構えているが、あれは下手くそだよ。すると、あの仏像は誰の作でしょう？それがわからぬ。この間殺された官兵衛じゃありませんか？二代目一等祭官兵衛は、親の初代一等祭に勝る名人と言われていますが。いや、俺には腑に落ちないことばかりだ。親分。てめえは死んだ官兵衛の身元を洗ってくれ。親の初代一等祭官兵衛は、5年前に金星のキリシタンの像に紛らわしいものを掘って、遠投になったはずだ。え？俺はオクラを縛って泥を剥がせてみる。どうもやはり、あの女が臭い。美濃和の満七親分が一度縛って許したばっかりじゃありませんか。その通りだよ。官兵衛の旅の底はどうなんです？わざわざ自分の赤いしごきで殺して、死骸のセッターを片っぽだけ自分の家へ持ってきたんですかい？ガラッパチもなかなか深刻です。人の口真似をするな。
逃がり切った平次。美濃和の古文集の見張っている中を抜け出して、飲みを男の背中へ叩き込むほどの腕が、あの女にあるでしょうか。できないことじゃないよ。お袋とグルでやれば、思いのほか手軽に抜け出せるし、飲みはマタロクが居眠りでもしているところを狙って、背後から、幻能か何かで叩き込むんだ。驚いたな。7。ウクラはとうとう平次の手で縛られました。容易に人を縛らぬ銭形平次が、しかも、美濃の万七が一度許したのを縛ったのですから、オクラの罪は、ほとんど確定的なものと見ても差し支えなかったでしょう。へい、あの女は、大の男も、二人も殺したのかい？江戸っ子は舌を巻きました。元の夫、一等妻官兵衛を殺し、続いて主人の雲竜妻又六を殺したとすれば、貼り付けか火炙りは免れぬところでしょう。驚いたのはガラッパチの八五郎でした。親分、大丈夫ですか？何が？平次は近頃すっかり不機嫌です。おくらを天満町へ回して、労働にかけるそうじゃありませんか？その通りだよ。どうしても白状しないんで、笹野の旦那もすっかり持て余しなすったよ。この上は天満町に送って、牢屋同心の手で、うんと責めることになったのさ。女のしぶといのばかりは、痛み吟味より他に手がない。へえ、あの女もですかい？エビ攻め、そろばん攻め、車攻めとなると、女がいいから見物だろうよ。ガラッパチも黙ってしまいました。人一倍涙もろくて、思いやりのある平次が、ケロリとしてこんなことを言う心持ちがわからなかったのです。そんなことより、頼んだことはどうだったい？それですよ、親分。不思議なことがあるもので。ガラッパチは膝を乗り出しました。小屋で殺された晩も、本人のマタロクは、緑町の自分の家で、明け方まで飲みを使っていたって、近所の衆は言ったろう。え？どうしてそれ親分？そう来なくちゃ、手にお派の合わないことがあるんだ。驚いたな、どうも。殺された本人が自分の家で明け方まで働いていたというのは一体どういう意味でしょう。はじ、少しばかり絵解きをしてやろうか。へい。官兵衛が殺された晩、マトロクは打ち弟子を自分に仕立てて仕事場へ置いたんだ。その細工が過ぎて自分が殺される晩も替え玉に仕事場でごとごとやらしたのさ。まさかその晩自分が殺されるとは思わなかったろう。へえ、なる。ガラッパチは一応感心しましたが、まだオクラを疑う気にはなれません。が、事件は次第に緊張して、オクラ労働のものすごい噂が、どこからともなく物好きな江戸っ子の身に伝わりました。昨日は石を抱かされたとよ。三度も目を回して、腰から下が寒天のように砕かれても口を割らないそうだ。女の強情なのは怖いぜ。そんな話が口から口へと伸びのように広がっていきます。それから三日目。銭形の親分にお目にかかって申し上げたいことがございます。妙におどおどした五十男が平次の家へそっと訪ねてきました。お待ちしていました。さ、どうぞ。平次は飛んで出ると、暗闇の中に、ボロ切れのように佇む重老人を引き入れました。親分、私の申すことは、あまり変わっているので、びっくりなさるかもしれませんが、決して嘘や偽りは申しません。薄い膝に置いた手が震えて、上半身の骨張ったたくましさも、なんとなく、不釣り合いな貧しい感じを与えます。私は、何もかも知っているつもりですよ。勘弁師匠。みんな、打ち明けてください。私の名をご存知で。知らなくてどうしましょう。お前さんは、江戸の彫り物名人と言われた、初代一等妻勘弁師匠さ。五年前人に頼まれて、キリシタンの像に紛らわしいものを彫ったばかりに、表向き、遠投になるはずのところ、お上のお慈悲で、江戸お構いになり、それっきり
行方知れずになった方だ。え？お前さんに出てもらいたいばかりに、あっしはいろいろ無理な細工をしましたよ。驚き呆れる初代官兵衛の前、平次は膝を乗り出しました。8。初代官兵衛の話は平次には耳新しいことばかりでした。私は、お上の目を忍んで、3年前からこっそり、江戸へ潜り込み、陰ながら、せがれ二代目官兵衛の仕事を助けてやりました。私はもう、表向きは遠島になった影の人間で、どんないいものを掘ったところで、世間様へ名乗ってお目にかけることもならず、幸いせがれが二代目一等斎を名乗って、まずいものを掘っておりましたので、せがれの命で、私の策を3年越し世間に出したのでございます。一つは、掘り物職人仇とでも申しましょうか。私は何にも掘らずにはいられなかったのでございます。多少予期した筋ですが、平次は神妙にうなずきながら次を促しました。せがれは掘り物ベタでございましたが、私の掘ったものに目だけを入れて、二代目は初代に勝る名人だ、と世間様から申されました。どうせ世に捨てられた日陰者の私の腕が役に立って、せがれの名前が世間に出るのですから、私はこんなに嬉しいことはございません。この三年というもの私は本当に生きがいのある仕事をいたしました。なんという犠牲的な感情でしょう。平次は黙って涙を拭いました。自分の余命と芸術を不肖のせがれに捧げ尽くして惜しまなかった初代官兵衛の欺瞞は何はともあれ一応は許さなければならない種類のものだったのです。昨年いっぱいかかって世にも人にも秘めて作った普賢菩薩。あれは私の一代にも二つとない出来でございました。根本にはもったいないが、嫁のオクラを使って、白木のまま死んだ女房の供養に、菩提寺に納めるつもりでしたが、ふとした手違いから、雲流斎又六に横取りされたのでございます。やはりそうか。又六は、せがれの面を削った上、神々しい白木の仏様へ、見せ物向きに、あんな下品な彩色をしてしまいました。その上、自分の下手な地獄極楽の生き人形と並べて両国の小屋へ飾ったのですから、せがれが腹を立てたのも無理はありません。その上、嫁のオクラは長年の貧苦に愛想を尽かして飛び出し、人もあろうに、又六を頼って両国の小屋の木戸番にまで成り下がりました。後で、あの普賢菩薩を取られたのは、嫁のオクラの手落ちだったので、それを奪い返したさに、それができなければ、せめてよそながら死後するつもりだったとわかり、一度でも嫁を恨んだのは、愛すまぬことと思いましたが、家出した当時は、ぶち殺してもやりたいほど腹を立てたものでございます。それはともかく、せがれは、幾度も、又六に掛け合って、普賢菩薩を取り戻そうとしましたが、又六は、私がないない、江戸へ帰っていることも、せがれの大作をしていることも知って、なかなか素直に言うことを聞きません。一度などは、せがれを捕まえて、お前に、この普賢菩薩ほどのものが掘れたら、望みの通り返してやる。宝冠だけでも、首だけでもいいから、この場で掘ってみろ。ヒノキ材とノミを突きつけたこともあるそうでございます。そう言われると一言もありません。せがれは親の私をかばわなければならない上、生まれつき腕が鈍くて、台座のレンゲ一つ、ろくなものが掘れなかったのでございます。腕は鈍いが、せがれは父親の私の掘ったものは大事にしてくれました。とうとう我慢ができなくなって、小胸で、浜町菓子から向こう両国に渡り、手桶に隅田川の水を汲み込んで、嫁の手引きで小屋に忍び込み、せめても下品な彩色だけでも
洗い落とそうとしました。一度二度ならずそんなことをやってみたそうですが、いつも妨げられて逃げ帰ったのでございます。ちょうど揚げ潮時に出かけるから、仏像を洗いかけた水にはいつでも塩気があった。親分はそんなことまでご存知だったのですか？大概察していたつもりだ。それがとうとう帰ってこなかった。お前さんの掘り物を洗いに行った二代目官兵衛さんは、またろくの弟子どもに袋叩きにされて死んでしまったのだよ。親分、私は口惜しゅうございます。初代官兵衛は肩を震わせて、畳の上にもろ手をつきました。小瓶のところが揺れて、涙がハラハラと膝に散りました。殺す気もなかったろうが、打ち所が悪かったのだ。前からオクラにちょっかいを出していたマタロクは、オクラに弾かれて、むしゃくしゃしている矢先だったので、楽屋にあったオクラのしごきを死体の首に巻いた上、死体をオクラの家の前に捨て、丁寧にセッターを片方オクラの家へ投げ込んでおいた。その通りでございます。親分、それだけわかっていいのに、どうしてマタロクを縛ってはくださらなかったのでしょう。証拠がなかったのだ。マタロクは腹の底からの悪党だ。親分、何もかもみんな申し上げます。いつまで経っても、お上でせがれの仇を打ってくださる様子もないので、とうとうたまりかねて小屋に忍び込み、マタロクをのみで突き刺したのは、この私でございます。せがれの仇討ち。こうでもしなければ、私の腹の虫が収まりませんでした。どうぞ、お願い。労働にかけられているオクラを助けてやってください。あの女は決して、悪い女じゃございません。初代官兵衛は、とうとう言うべきことを言ってしまいました。オクラは無事だよ、師匠。今、会わせてあげよう。惜しい。惜しい。平次は隣の部屋へ声をかけると、すっかり目を泣き晴らしたオクラは、平次の女房の押しずに手を引かれて、転げるように出てきました。オクラじゃないか。拷問されているというのは。父さん。オクラは、物も言えませんでした。初代官兵衛の膝元へ、ただ、ひた泣きに泣いているばかりです。親分、さあ、私に縄を打ってください。マタロクを殺したのは、確かに、この私に相違ありません。初代官兵衛は涙を収めると、きっと平次を振り仰ぎました。縛られて、どうするつもりだい、師匠。せがれが死んだ上は、生きていく望みもありません。私は表向き、遠投になった日陰者。私の名では、起き上がり小坊主一つ惚れません。それにせっかく売り込んだせがれの名、二代目一等祭は、初代に勝る名人、という名も、惜しんでやりとうございます。このまま私を、貼り付けなり、獄門なりにしてください。親分、私は、生きているうちは、何か掘らずには、いられない因果な人間なのです。思い入った初代官兵衛の態度を見ると、オクラもおろおろするばかりで、今さら止めようもありません。お仕置きに上がる前に、ところ名前が知れるが、そうすると初代官兵衛が江戸にいたことになる。構わないだろうか、師匠。え？二代目一等祭官兵衛の掘り物は、皆初代官兵衛が大作してやったということが分かったら、死んだお前さんのせがれの名は丸つぶれたぜ。親分。悪いことは言わない、師匠。おぐらを連れて、どこか江戸の岡っ引きの手が届かないところへ行ってもらいましょうか。親の仇討ちが許されるものなら、せがれの仇討ちだって許されないという理屈はあるまい。世間はこう言いふらそう。二代目官兵衛は、マタロクが殺した。マタロクは、あの普賢菩薩の尊像を二代目官兵衛から奪って、
下品な色などをつけて見せ物にした罰で、形の見えぬ鬼人に殺された。死んだ二代目官兵衛の飲みで刺されたのは、因果というものだろう、と。親分。さ、ここにいると、なりがれと面倒だ。一刻も早く、私の目に見えないところへ、姿を隠してもらおうか。英治は立ち上がると、藩主にひねった小判を一二枚、オクラの手にそっと握らせて、次の間へ、さっと引き上げます。親分、恐れ入ったよ。そこには、ガラッパチの八五郎が、おしずと二人、からかみにもたれるように泣いているのでした。親分、このご恩は一生を忘れません。それじゃあ、ずいぶんごきげんよう。初代官兵衛は、オクラを連れて、春の日の往来へ、そっと滑り出ました。初代一等斎官兵衛も、嫁のオクラも、それっきり、江戸に姿を見せませんが、時々思いもよらぬ土地から一刀彫りの素晴らしい人形が神田の平治のところへ送られてくることがありました。諸国名物一刀彫りの中にはこの初代一刀斎官兵衛が元祖だったのがいくつかあったはずです。地の心に宿る民、それはきりと情けの日、涙の川を渡りゆく、蝉が光るその道しるべ、守るべきは弱き者たち、銭形栄治江戸の盾。